周家芸人は中華民国の軍人、北京政府直令派に属した。字は、恩。陸軍促成学堂を卒業後、日本に留学する。1908年に陸軍主管学校第六期砲兵科で学んだ。この時、孫伝法が同学であった。帰国後は、第四鎮教連官に任命される。また、厚生省で軍務に就いた。1913年。 北京西府陸軍部方兵官に任命される。1918年、第四市の旅町に移動した。1919年、厚生特軍、陳公園の参謀長に任命された。1922年6月、失脚した陳公園の公認として、第十二市市長に昇進する。1923年3月、孫殿法に随従して、福建省に入る。 1924年4月、福建軍務方便に任命された。同年5月、石膏省へ向かった、孫殿法の公認として、周家下,下人は、福建忠しりに昇進した。1925年1月、福建軍務、忠し弁に、改めて任命される。同年11月、孫の下とでご小貫軍、軍総司令に任命された。 1926年12月、中国国民党の北伐軍に敗北して、福建省から逃走する。1927年に、暗黒軍第一方面軍訓練所長に任じられた。調作人も敗北すると、州も下野し、以後は天津に偶居した。1956年、死去。去年73。ありがとうございます。